井上康信は、日本のマンドリン奏者、指揮者。1975年京都市生まれ。1997年同志社大学文学部文化、学科教育学専攻卒業。同志社、香里中学よりマンドリンを手にし、同高校、同志社大学マンドリンクラブにおいて指揮者として活躍。1997年、デビューリサイタルを東京、京都において開催。 大学卒業後、2年間のサラリーマン生活を経て、本格的な音楽活動を開始する。1992年第13回日本マンドリン、独創コンクール第3位。1994年第1回ドイツシュワインフルト、国際マンドリンコンクール G。同年第14回日本マンドリン独創コンクール第1位。1997年第3回ロシア。 北方廃国際コンクールマンドリン部門第1位。1997年より5年間、自ら主催として、アーソノバマンドリンオーケストラを率いる。またマンドリン市重奏による、アーソノバマンドリンカルテットやマンドリン系楽器による、小編成アンサンブル、アーソノバマンドリンアンサンブルを結成し、室内楽での活動に注力する。また、ソリストとして、 全国各地の演奏会に招かれる。2007年、京都フィルハーモニー室内合ス団との共演 CD、マンドリームをリリース。世界初の還元楽伴奏による、ダニエリ、マンドリン競争曲に長調などを収録。現在、京都教育大学、名古屋大学、東北大学、龍谷大学各、マンドリンクラブ技術顧問のほか、全国各地のクラブ指導。 大会公表などを担当する。共演者も多岐にわたり、国内外のマンドリニストをはじめ、世界を代表するギタリストの福田慎一、藤井慶吾、稲垣みのる、鈴木大輔、国松隆治、大萩孝治、松尾俊介、ミハエルトレスター各氏や、歌手のメラ吉和カ氏、ジブリ映画の井上あずみ、木村由美各氏、ノコギリ奏者の咲田はじめ氏と共演。2 0 1年夏。 フランスにてリサイタルを開催。二度の韓国での公演や、2011年3月には、ロシアモスクワにて、国際独創コンクールの審査員を務める。また近年では、TB 朝日、題名のない音楽会への出演など、その活動はジャンルを超え幅広いものとなっている。2010年秋、アルテ・マンデレニスティカの関東メンバーによる、アルテ東京を結成。 1> 第1回公演を2011年6月に第1、生命ホールにて開催。2013年4月、2枚目のアルバム、マンドリームのリリース全国4カ所でのリサイタルを、開催、レコード芸術史において、特選版に選ばれる。NPO 法人アルテマンデレニスティカリ実長兼、音楽監督。大阪国際マンドリンフェスティバルコンクール、総監督。 全日本マンドリン合奏コンクール実行委員長。初心者のためのマンドリンアンサンブル、泉主催、木下正樹、川口正幸漁師に指示、京都市在住、ありがとうございます。